カバニスの肖像画、オンブワズ・タルギ作。ピエール・ジャン・ジョルジュ・カバニスは、フランスの医師、哲学者。現代的心理・生理学の創始者の一人である、ジョルジュ・カバニスとも、フランス、コスナックの生まれ、1795年パリ、大学衛生学教授就任後、内科学教授、法医学及び医学史教授を歴任。カバニスは、オノーレ・ミラボーと交友を持ち、 フランス革命にも関与した。デステュット・ド・トラシーラと共に関連学を提唱した。カバニスは人間の肉体と精神の関係についてで、フランス人は多血単重質であるため革命を起こしたとした。ABCDE、岩波西洋人名治天造保版、P348 タージョン Y、ホイッテカー派、ピエール・ジーン・ジョルジュ・カコニス。 アンアーリーナインティーンズセンチュリーソースフォーザコンセプトオブナーバスエネルギーインヨーロピアンビヘイビアルニューロサイエンスブレンコン二〇〇〇オーガスト43四百十二から七 a a b, b. A. l ジーンジョルジュカコニスオーサーリソーシズフロムザ BNF、o、トサカジュンイデオロギーガイロンレオンポリアコフアーリアシンはヨーロッパにおける人種主義と 民主主義の厳選アーリア主義研究会役法政大学出版局1985年8月291ページ ISBN 978から45億8800万1581ありがとうございます。